ファイヤーローブリッジに行きます。先行1ターン目で技が使えるという、はい、ファーストフライト山田が6枚引く、はい、防衛スコープ、新カード60プラス防衛スコープで90ダメージ乗っけてください。いや強い、ヤッパーインポイデンシーです。チャンナツです。チコリートです。というわけで今回ですね、チャンナツ対チカジャで新カードを使って対戦していきます、はい、お願いします。お願いします。はい、チャンナツの方はインテリオンブリボックス、はい、水タイプのデッキなんですけれども、新カードの防衛スコープを入れましてですね、インテロン VMAX につけて、電池攻撃をうまく狙っていきたいと思います。はい、対戦チカリータはファイアロー V デッキ。ファイアロー V デッキ。こちら今回僕、炎タイプのデッキを使うので、一見チャンナツのね、水タイプのデッキとはちょっと相性が悪そうなんですけれども、ファイアロー V の弱点は水ではなくね、雷タイプなので、ここでね、うまく弱点を散らして、チャンナツのね、水タイプのデッキにも戦える炎タイプのデッキだぞっていうのを見せられたらいいなと思います。なるほど。というわけで、それ対戦をしていきましょう。お願いします。お願いします。じゃあ今回のカットは、はい、山札を3つに分けて、水上指定し、右左真ん中を指定してカットして形式にしていきます。はい。はい、じゃあ1が上ね。1、2、3。はい。じゃあ、チャンナツは1、2、3で分ける。はい。行きましょう。お願いします。お願いします。バトルスタート。青番 V、インテル V、じゃあ引きます。はい、クイックボールで博士の研究をフラッシュします、うん、はい、じゃあクイックボールでファイアロー V 持っていきます、はい、まだ使います。はい、もう一個クイックボール投げます。はい、ポケモン入れてよ、トラッシュ、うん、お得なのはジラーチ。はい、ジラーチ持ってきます。で、ポケモン入れ替えで、ジラーチを足します。で、ジラーチエスケープボード、うん、強い。で、願い星使います。願い星、巨大なかまどを持ってきます。なるほど。はい、ジラーチ眠り、お眠りです。で、巨大なかまどをそのまま出しまして、はい、手札1枚、このエネルギーをトラッシュします。で、山札からこのエネルギーを2枚、2枚持っていきます。ジラーチ SK ボードついてるので逃げまして、ファイアロー V が出てきます。強い。で、このエネルギー1枚貼って、はい、なんとファイアロー V は先行1ターン目で技を使えるという、はい、ファーストフライト、自分の手札を全てトラッシュし、山札6枚引く。強い。これはね、もう先行型のフォームデッキのファイアロー V ですよ。はい、素晴らしいです。素晴らしい。はい、どうぞ。1枚いきます。ではですね、はい、防衛スコープ新カードインテリオンにつけます。はい、クイックボールで、じゃあボス指令を落として、はい、じゃあクイックボールでインテリオン V を持ってきてそのまま出します。はい、まだ使います。じゃあ風船をゆきはみちゃんにつけます。はい、博士の研究使います。はい、おお。進化の子回していく。では、雪はみをベンチにいたします。2回目。はい。クイックボールで、デデンネをトラッシュして、お、デデンネ持ってくるのが、クロバット V を持ってきます。うん、はい。ゴルキニオンプリズンスターを出して、はい。クロバット V を出します。はい。で、3枚なので、3枚。はい。1、2、3。エネルギーを来い。インテリオン V に水エネルギーをつけて、はい、おお、これ狙い撃ちが、ボネスコープが乗りますが、どこを狙いますか。狙い撃ちでローガン V に70プラス30で70。強い。はい、回ります。でかい。エネルギー1個でベンチに70も乗るんですか。強いですね。めちゃくちゃ強いですね。よしよし、1枚引きます。はい、まず巨大なかまど、うん、ジラーチをトラッシュして、このエネルギーを、はい、1、2枚持ってきまして、まだ使います。まずファイアロー、逃げるエネルギーが0なので逃がします。ここも優秀っすね。願い星、はい、こう来た。ヨーゼスコー来たー。ヨーゼスコー、マジかー。おやすみなさい。で、おやすみなさい。溶接庫そのまま使います。このエネルギー2枚ガオガエン V に貼りまして、3枚引きます。回収ネットでジラーチを回収します。
はい、でエスケボードトラッシュ、そのガオガエン V が前に出てきて、さらにジラッシュ向け出します、はい、ガラルジグザグマ出して、うん、感触ヘッドでクロバット V に銃、はい、バルカンヒッツも出ます。でポケモン通信、うん、ヒードラン GX をヒードラね、はい、山札に戻しまして、はい、デデンネ GX、うん、持ってきます。はい、ミュウツーを出します。はい、マインドリポート、溶接工を山札の上に戻してから、うん、デデンネ、おお、デデチェンジで、エネルギー引けました。ガオガエン V に、このエネルギーを上の技グランドフレイム、バン、90ダメージですね。90ダメージ、はい、さらに効果で、はい、自分のトラッシュからこのエネルギー2枚をベンチのポケモンにつける。いいですね。はい、ドイソセキのガオガエンの、はい、いいところが加速、しかもあれですね、エネルギーを事前にファイアローの技でトラッシュしたから、そうです、その分が生きてくると、そういうことです。ニュートラコンボどうぞ。じゃあ1枚いきます。ではインテロン V マックスに進化、はい、かっこいいね。でインテロン V マックスに水エネルギーをつけて、はい、博士の研究、はい、インテロン V マックスに進化、さらに、うん、2匹目ですね。ポケモン通信、はい、ガラルジグザグマを戻して、ってことはモスノーが来るのかな。モスノー、うん、はい、まだカットしません。じゃあ雪ハミをモスノーに進化、はい、氷雪の舞でこちらにつけます。はい、じゃあ攻撃します。ハイドルスナイプでガオガエン V に10点ついて120ダメージ。120ダメージ、はい、190な、耐えましたな。はい、そして相手のバトルポケモンについてエネルギーを1個選んで相手の手札に戻す。はい、うん、ノーエネルギー終わります。なるほど、1枚引きます。はい、じゃあまず巨大なカマードをオーケニオントラッシュします。はい、このエネルギーを2枚持ってきます。持ってきます。溶接工でガオガエン V につける、つける、これはもう完全にフレアドライバーでやってますね。そうですね、フレアドライバー、ガオガエン V が耐えたので、うん、狙ってきます。もうこれは3枚引きます。ただフレアドライバーは220出しても耐えるから、10耐えます。10耐えるから、ここで回収ネットを引ければ、うん、ガランチクソが倒せる、落ちます。なんと引きました、回収ネット、これは強い、強すぎる、強いね。ジグザグ、ガラルジグザグマ出して、はいはい、これ100ですね。100、誰か1個乗せます。さあこれは決まりましたね。フレアドライバー、うわぁ、120、320、320、ぴったり気絶、ぴったり気絶、お見事、お見事。ただ聞いてください、はい、共倒れです。そうっすね、共倒れも自分でも30でしたね。山田がちょっとかっこいい決めたと思ったんですけど、そういえば共倒れです。そういえば自分にダメージ入りましたね。入りましたね。じゃあ2枚いただきます。はい、からのじゃあモスノーちゃん、はい、はい、なるほど。3枚引き取りまして、ジェラッチを出します。はい、はい、じゃあ1枚いきます。はい、カップリバケツ、はい、お、はい、2枚、はい、溶接の前でつけます。はい、じゃあマリー、はい、望遠スコープ、はい、うん、モスの2進化、はい、じゃあこれで冬戦、ふーん、ふんふん、インテロンが前に出てきました。ボエスコッキのライバルネットで160、そしてファイアロー V に60プラスボエスコープで90ダメージ乗っけてください。いや強い、強いね、これよっしゃー、むちゃくちゃ強い。サイド1枚いただきます。90はでかいっすよ。1枚引きます。うん、ファイアロー V を出します。はい、とりあえずポケモン通信でガオガエン V を戻して、はい、このエネルギーをベンチのファイアロー V につけて、ここでデデンネ、デデチェンジ、おい、巨大なかまど使います。エスケープボードをトラッシュして、
2枚5枚の指持ってきます。で持ってきた2枚を、溶接工で後ろのベンチのファイアローグイーンにつけます。お、こちらも整った、はい、整ったぞ。3枚引きます。引いてタフネスマンチ、タフネスマンチ後ろじゃなくて前につけます。はい、なんでファイアロー V 逃げるエネルギーゼロなんで逃げます。なるほど、いや優秀、はい、回収ネットでミュウツーを回収して、はい、そのまままた出しまして、はい、特製マインドリポートでボスの指令を山札の一番上に戻す。あでグレンの翼160、こうなると1枚取らせてます。こうなると次の番にボスの指令が上に来たので、はい、このまま何もなく引くとボスの指令プラスもう一回グレンの翼でチャンスが負けてしまう可能性がある。そういうことです。僕は今勝ち筋を作りました。イエイ。なるほど、そちらもガラルジグザグマを使ってくるかもしれない。引きます。はい、はい、たっぷりバケツ、はい、水エネルギー、水エネルギー、おお、溶接のマイ、おお、3枚いった、杖が一気についた、博士の研究、はい、引けない、おあれあれ？ポケモン家帰る。はい、逃げた。ボルケニオン。ボルケニオン。じゃあサウナボム。100ダメージ。はい、20。僕の20のファイアローは110。さあですが。ですが。先ほど、はい、ミュウツー乗せておいたので。ミュウツー乗せておいたので。別に僕が引くのはボスの指令を引いていきます。で、はい、ボスの指令呼び出すのはボスの指令インテリオン V マックス、はい、呼び出せ引き出せ、はい、やだよ、はい、そしてファイアロー V 逃げてエネルギーがついてるファイアロー V が出てきまして、はい、グレッツの翼160ダメージ、160ダメージ、はい、320ダメージになりましたので気絶しまして、はい、気絶で1枚トラッシュ、はい、3枚取って勝利、はい、光の勝利です。炎が水に勝ったぞ、やりましたね、やりました、はい、この動画が少しでも面白かったよって方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いします。今後もポケカチャンネルでは新カードを使った対戦もしていきますのでこちらもよろしくお願いします。はい、それでは皆さん、また次回、また次回、また次回。